ええ、クリスマスにぴったりとは言い難いけど、すごくハラハラしちゃった。本当ね、最後までどんな結末になるか全くわからなかったもの。もちろん、私もちょうどそう思っていたところ。この近くに景色の素敵なカフェがあるの。そこに行ってみない？じゃあ案内するわ。ついてきて。クラスメートにおすすめされたの。でもごめんなさい、カフェは人がいっぱいで入れなかったわね。そう言ってくれて助かるわ。イルミネーションが白から青へ、街が姿を変えていくわ。ええ、そうね、素敵な景色だったわ。何それ、おかしなことを言うのね。え、おかしいわ。だって私も今君と同じことを思っていたんだもの。